リンクたちの活躍によって魔獣ガノンは倒され、ハイラル城は闇の力から解放されました。再び欠片となった悪しき魂を封印するため、ゼルダとリンクは聖剣の神殿へと向かいます。これで平和が戻る、誰もがそう思っていたその時、ハイラル城に再び魔物の群れが押し寄せてきました。ガノンドロフが倒され統率を失った魔物たちが、凶暴な本性の赴くままに人々を襲い始めたのです。今はゼルダもリンクもいません。異次元世界から来た仲間たちももういません。それでもインパはハイラルの人々を守るため、まだ先の戦いの傷が癒えていない兵士たちから戦えるものを集めて魔物を迎え撃ちました。その時、一人の少女が戦場に現れます。村を飛び出して以来道に迷い続けていたリンクルがついにハイラル城にたどり着いたのです。魔物を相手に苦戦するハイラル軍を目にしたリンクルは勇み立ちます。今こそ勇者の使命を果たす時、リンクルはハイラルの危機を救うため胸のコンパスを握りしめ、魔物がひしめく戦場に飛び込んだのでした。
Thank you.
응.